はい、皆さんこんにちは。 DDT プロレスの勝丸修馬です。今日はですね、後楽園大会なんですけども、久しぶりの YouTube に動画をアップするということで、私、先月の14日に怪我をしまして欠場中なんですけども、5月25日の北沢大会で復帰することが決まりました。ということで YouTube を復活したいと思います。今日は後楽園大会なんですけど、いつも後楽園大会って結構バタバタしてて動画を撮る機会がないんで、今日はちょっと試合ないんで動画を撮っていこうと思います。ということで後楽園大会のオフショットご覧ください。DDT 一時カメラ嫌いなんです。撮られる苦手なんですよ。まあけどお客さんのためにね、頑張りますよね。あなたは僕をどんな風に思っているのかわからなくて、疲れてない俺は疲れてはないんだけど、昨日の11時には寝たんですよね。そしたら1時ぐらいに目がパッと覚めてからずっと寝れなくて、ちょっと真面目に来週心療内科行こうって思ってます。だから来週僕は心療内科に初めて行くんで、どうぞ密着してみてください。あのこれ最後の締め動画なんです。締め動画ですか、はい、うん、締め動画今日ね、すごくてんこ盛りがすごい大会だったんでね、ぜひ DDT ユニバースに登録してみてください。